いやもうみんながすごい踊るのでそれが最高っすね。一番自由に飲める場所で何を求めに楽しさですよねすごいみんながみんな楽しもうとしてるみたいな、そういう熱を巻き取れる場所ってあるようでないんで。土日の3時から終電までのパーティーなんですけど、終電までに変えたことによって今までクラブに行かないようなお客さんもちょっと増えてきたなっていう。都内にいながらなんかもうフェスをやってるような感じかもしれないです。はい、来やすいんじゃないですか。で終わった後銭湯行けるし、オールナイトだと銭湯行けないじゃないですか。まあナンパ目的だったりとか、そういうまあクラブ独特のあると思うんですけど、なんかあんまりそういうの関係なくフラッと遊び来て欲しいというか、なんか、そういうところじゃないクラブもすげえいっぱいあるんだなっていうのは感じて欲しいというか。